ピクチャ戦果を拡張中なり。はい、皆さんおはこんは。前回不定期投稿になると言ってしまいましたが、結果的に定期投稿です。今回は今まで作った偵察レーダー、追尾レーダー、ソナーを統合しちゃいましょう。最終的にはこんな感じになります。新しい部分はマップの描画だけで、ソナーやレーダーは今までやった内容を修正していく感じです。入出力の調整やデータの統一などがメインになります。それでは、まず前回統合したソナーから始めていきましょう。今回はマップを使うため、ディスプレイへの描画は上が北になりますね。ですが、前に言った通り、ソナーのコンポジットナンバーには空きがありません。最初はこれをどうにかして北基準にします。方位はセンサーのコンパスで取得できますが、これをソナーのルアに入力するには、ここのルアの部分をこうします。データの処理部分と描画部分に分けちゃいました。特にパッシブソナーでは、時間のエンジンを必ず拾うと仮定すると、時間のエンジン音をカットすれば、データの個数は必ず15以下になります。その処理を行うルアを用意し、コンポジットナンバーのチャンネル31と32を無理やり解放します。そして、そこにコンパスの数値を入力するわけですね。処理は増えますが、入力が足りないので致し方なしです。アクティブソナーの方も16個同時に受信することは稀、と仮定して、真後ろのデータを削除する、全く同じデータ処理用のルアを入力に使用します。そして、右のルアで北を基準にした描画処理を行います。データ処理のルアはこんな感じです。内容自体は前回のソナーの入力部分と同じで、自分のエンジン音を除外する処理が追加されてます。そしてソナーのコンポジット信号と同じ構造で、そのまま出力させました。なお、このルアでは処理時点でラジアンに変換しているのと、濃度が増えたのでチックの遅れが発生してしまう点に注意です。次は描画部分です。データ入力の際にコンパスの方位をソナーの方位に減算します。これで北基準の方位角になりますが、ただ引くだけでは問題が出てしまいます。本システムの方向角はマイナスパイからパイラジアンを想定していますが、演算を行うとこの範囲を逸脱することがあります。ですので、角度の正規化を行い、角度をマイナスパイからパイの範囲にするのがこのアングルノーマライザーです。例えば度数法の270度の場合は、正規化によってマイナス90度になります。ちなみにパーセントはあまりを求める演算子です。また、スコープの円はシステム全体で共通なので、プロパティにしておきました。アクティブにも同様の処理を追加しますが、マップの描画に合わせるために、距離にコサイン行角をかけておきます。これで実際の距離ではなく、マップの座標と同じ位置に表示されます。あとは前回と同じですが、レンジの切り替えはそのままアクティブソナーのルアで処理するようにしました。前回は上に表示されましたが、北基準になったので南に表示されてますね。これでソナーはマップの描画に合わせられました。次は偵察レーダーの修正です。と言っても修正するところは、コンパスの数値の入力、距離をマップに合わせる、共通の変数を使用、この3点なのでやることは同じです。偵察レーダーの場合は、コンパスの数値でレーダーの操作方向と探知方向の両方を北基準にします。あと距離にコサイン行角、それ以外は今のところ同じです。なお、後で追尾レーダーへの出力処理が入ります。その辺は最後です。とりあえず今の状態で動作させますと、レーダーとソナーが画面上に統合されてるはずです。色も変えて黄色をソナー、緑をレーダーにしました。それじゃあ、次はマップの描画方法です。マップに必要なデータは、中心となる GPS の座標と表示範囲です。GPS はセンサーから、表示範囲のレンジは管理しているソナーのルアから取ります。また、マップは一番最初に表示しないといけないので、こんな繋ぎ方になっています。ルアに入りまして、マップの描画では、スクリーンのドローマップを使います。引数は中心になる GPS 座標と縮尺なんですが、この縮尺が横方向になります。今まで作っていたシステムの表示範囲は、縦の解像度を基準にしていましたね。これは縦の方が必ず短いのが理由でしたが、ドローマップの場合は必ず長くなる横の方が基準になっています。そのため、横の縮尺を現在のレーダーソナーのレンジから計算します。それがこちらの式です。レンジと表示半径から1ピクセルの尺度を求めて、横の解像度にかけて線で割ります。この縮尺の最低値は 0.5 で 500m になります。なのでシステムのレンジの最低値は500にしておけば問題なさそうです。それじゃあ動かしてみましょう。いい感じです。ワイドディスプレイではこんな感じになります。これでレーダーとソナーがマップ上に表示できました。問題は追尾レーダーとの連動です。追尾レーダー自体が複雑なので統合するとなると大変です。そこでシステムとして統合せずに、追尾レーダーへのデータを出力する部分だけ作ります。つまり、偵察と追尾は別のシステムとして作ります。実際のレーダーでも、捜索用と追尾は別のシステムになっていることが多いです。
それと本来なら距離も出力しますが、以前作った追尾レーダーの入力は方向と仰角だけだったので、今回は出力していません。しかも今回は極座標系で出力していますが、直行座標に変換する場合もありますし、直行座標もグローバルとローカルがあるので、ぶっちゃけ作る人によります。というわけで、今回は方位と仰角だけを追尾レーダーに出力するようにしました。その仕組みはまず、マップでタッチした座標を取得します。その座標をレーダーに渡して、一番近いデータの方位と仰角を出力します。タッチパネルの座標は専用の関数があるので、マップのルアで処理しましょう。さっきのマップ描画処理にタッチパネルの処理を追加しました。タッチパネルなので、まず解像度とタッチ座標を取得します。そしてこちらでもマップの縮尺を計算します。そしたらこのスクリーントゥーマップ関数を使います。タッチ座標からマップ座標への変換をする関数です。出力はグローバル座標なので、最後に GPS の値を引くと、自分を中心にした北基準の XY 座標になります。そしてこれをレーダーに渡します。複雑になってきましたが、データの保存部分と消す部分は前と同じです。大きく違うのは右側です。ここが入力した座標です。この座標から一番近いレーダーのデータを出力しますが、レーダーのデータは距離と方位と仰角なので、単位が違います。そこで、レーダーのデータを直行座標に変換する関数を用意しました。本来の3次元なら XYZ 座標に変換しなければなりませんが、レーダーのデータを保存するときに、方位は北基準、距離はマップの座標基準になっているので、距離と方向角を XY 座標に変換するだけで OK になります。この関数を用意したら、一番近い目標を検索します。以前解説した通り、直行してる場合 X の2乗足す Y の2乗イコール R の2乗になりますね。タッチ座標とレーダーの XY 座標の差分を2乗して、距離の2乗を求めて、その距離の2乗が一番小さいデータを選択します。ただこれだけだと、明らかに遠いけど一番近い目標を選択することもあるので、座標から一定の範囲という最小距離を定義して、その範囲内なら方位と仰角を追尾レーダーに出力するようにします。R の2乗で比較しているので、範囲も2乗しておきます。前に言ったように、平方根は極力使用しないようにしましょう。そしたら、この方位と仰角を以前に作った追尾レーダーのこの辺に接続します。WSADT の数値が繋がっていたところです。これでディスプレイをタッチして近くに目標がいれば、追尾レーダーがそっちを抜いてくれるはずです。それじゃあこれをスポーンさせましょう。ここが方向と仰角の出力です。あ、それと追尾レーダーが抜いてる方向も画面に表示するようにしておきました。追尾レーダーのディスプレイは左に設置。追尾レーダー自体は邪魔だったので、少し上の方に設置してあります。ここが仰角の入力。こっちが方向角です。それ以外は前の追尾レーダーのままです。とりあえずズームして、ディスプレイをタッチすると、タッチした方向を向きました。これでロックすれば、追尾レーダーとの連動も完成です。と言いたいところですが、今の状態だとバグがあります。このように明らかに追尾レーダーが逆回りすることがありますね。角度の演算をして正規化すると、どうしてもこういう現象が発生してしまいます。これも修正しちゃいましょう。使う数値は追尾レーダーの現在の方向角と目標の方向です。なおここでは単位を角度じゃなくて回転にしてます。追尾レーダーの回転を正規化して、目標方向から引いて、それを正規化して、今の追尾レーダーの回転にいたします。計算自体はめんどくさいけど、式は簡単なので偵察レーダーのルアに書いても OK です。まあ、本来は追尾レーダーの方に書いた方がいいですね。ちなみに今更ですけど、高速で移動する物体だとロックするのが大変です。この辺は、各自適当に調節してください。修正するなら、旋回はタッチ座標にするとか、補正を入力できるようにするのがいいと思います。あとはボタンを近づけるとかですね。ありゃ、なんか、表示してない目標を探知してますね。こういう細かいところを修正していくのが結構大変なんですよね。で、見た感じ変な逆回りをしなくなりました。これでレーダーソナーの統合システムの完成です。少し駆け足でしたが、システムの統合の例を挙げてみました。当然ながら、最初から統合する予定なら入出力の設計はちゃんとしておきましょう。データ構造などの共通部分は最初から考えておいた方がいいです。じゃないとこんな風になります。というわけで、今回はここまでです。
次は本当にいつになるかわかりませんが、次回もよろしくお願いします。